涌井3勝10敗 3.96 阿部1割8分2厘1本 OPS597 トレードの評価。パリーグ相手なら抑えれたのに、なぜ打点シーズンだし釣り合い取れてるな。今んとこはイニングを食えてローテを回している涌井の方が良いね。結果的にちょうど良いトレードやな。阿部上がってきてるやろ。序盤は良かったけど最近だとワクワクさん出てきたら負けを覚悟してる。涌井は最近はあかんけど序盤は全然いけた。ローテ緩めればってもんでもないのやろうけど。広志や上田が先発してたと考えたら負け数は同じやろうけど、まだリリーフ負担が増し、お互い元のチームならもっと活躍できたという悲しい例。でも涌井は細川の食事代出してるから。チーム平均の QS 率叩き出せるやつ、戦力外クラスの打者で取れたら大成功じゃね。ご視聴いただきありがとうございます。主に中日ネタを中心に毎日投稿していますので、よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。